後方回転病変 S3 軸を中心に肝骨が後方に回転した状態で固定されてしまっているものを後方回転病変と呼びます。所見としては ASIS は東方 PSIS は速報に内科の肝炎は東方に位置変化しています。屈曲テスト要請コンプレッションテスト要請ギャッピング検査要請ストークステスト要請となります。 肝骨,の後方回転肝骨が後方回転している場合には股関節をてこにして股関節を進展させることによって肝骨自体を前方に回転させることで改善していきますただしその際に股関節が進展方向に動かすと腰椎部の進展が入っていきますこれはあの腰の痛みなんかを強く出すことがありますのでまずは 肩側の方の膝を胸に抱え込んでもらいますちょっとこちらを胸の方にしっかりと抱え込んでくださいこの状態にすることによって腰椎部の屈曲がきちんと維持されます次にクライアントの膝を下からですね手の部分で支え前腕部で肩を支えるようにしますこうすることによって股関節を動かすのが自然な動きにできるようになります モニターは関節部でモニターします股関節を進展方向に持っていくと股関節の動きが終わったすぐ先のところで関節がが前方に回転すする動きが触知できでますこの状態で膝を胸に引きつけるように力を入れてくださいとクライアントに指示を出しますで股関節の屈曲方向への力に対して術者が3から5秒間抵抗しますはい結構です力いきます 十分力が抜けたら股関節を伸展方向に動かすことによって遊びを取り除きます股関節を伸展方向に動かすとそのすぐ先で肝骨が前方に回転する動きが手に触手されますこれを大体三回から五回繰り返し下から足の膝を取っていただいていいですよ。ニュートラルの状態に戻します